本日もお仕事お疲れ様です。ザ・お父さんの秘密基地の K です。さて今回はですね、今月7月に買って良かったものをですね、少し紹介していきたいと思います。普段はこのチャンネルでは手帳とかノートを使った仕事術というものですね、これが一つのまあ軸として存在しているんですけれども、まあ1ヶ月ですね過ごしていく中で、個人的にやっぱり文房具を買い揃えたりとか、仕事アイテムって買うことって多いので、まあ折に触れてじゃないですが、今月はまあ動画のメインにはならなかったんですけれども、買ってよかったなと思うような、そんな文房具とか、あとは仕事アイテムですね、少し選んでみましたので、ぜひ私と趣味が合う方いらっしゃいましたら参考にいただければと思います。それでは行ってみましょう。ではまずは、まあ、せっかくなので文房具からいきたいと思います。今月買ってよかったものがですね、いくつかあるんですが、まず1本目はこちらの木軸シャーペンです。かっこいいですよね。こちらですね、6月末のこちらの動画で非常に私熱く語っているんですが、ドラゴンウッドさんという中学生の木軸ペン職人さんが作られた作品でございます。実は先月私黒柿のこのボールペンを購入させていただきまして、もう私の今基本はこのボールペンです。1ヶ月使ってきたので、もうすでにね、私が汗っかきなので光沢が出てきてるんですけれども、ボールペンだけじゃなくてやっぱりシャーペンも使いたいなというところで、今回ですね、結構最近なんですけれども、木軸シャーペンを再びドラゴンウッドさんから購入させていただきました。で、前回はこちら黒柿だったんですけど、今回はですね、黒柿ではなくてイヌエンジュという木が使用されています。もちろん重さ違うんですけれども、持った時のやはりこの手の吸い付き方というのは、やはりこう木の特性によって変わってくるんだなというのを改めてこう感じることができました。当然ね、模様も異なってきます。黒柿はですね、よく見るとこう模様があるんですけれども、基本的にはこう濃い黒色ですよね。イヌエンジュは逆にブラウンです。こういった木目がしっかりと現れていますので、まあ長く使っていくうちにどういった変化が出るのかが非常に楽しみです。これね、もうこれだけで動画1本撮りたいぐらいなんですけれども、ちょっとね、持ち手の部分がね、太く作られているんですよね。これによって非常に持ちやすいデザインになっております。こちらも長く使っていきたいと思います。で、せっかくね、いい木軸シャーペン、木軸ペンをですね、購入することができたので、何かこう文房具も一新しようかなっていうところで、引き続きですね、私の方で今回買ったのがこの2種でございます。それがこちらの、まずは定規ですね、 15cm の定規なんですけれども、こちらはですね、トラベラーズカンパニーさんの製品で、ブラス定規、いわゆる真鍮の定規になっています。見やすさは一般的に販売されている定規の方が絶対見やすいです。それこそ私が愛用しているくつわさんのハイラインとかの方が 100% 見やすいです。これは絶対見やすい。やはり今回長く使えるペンと出会うことができたので、手帳同様になんか経年変化が楽しめるような文房具欲しいな、そういったところからですね、このトラベラーズカンパニーさんのブラス定規購入しました。まだピカピカなんですけれども、使っていくうちにですね、これも経年変化楽しむことができるかなと思います。特に私ね、汗っかきなので、普通の人以上にやっぱりサビとか出やすいので、逆にそういったところを楽しんでいこうかなと思ってます。で、こちらの定規とちょっとまた似てるんですけれども、こちらも購入しました。これはですね、同じく真鍮でオートさんが出されているシャーペンの新ケースです。こちらもちろん簡単には落ちません。ねじってひねることによって蓋の取り外しができるようになっています。中にはこのようにシャーシンが入っています。
最近は本当に写真のケースもすごく使い勝手がいいのが出てきているので、まあわざわざこのようなねじって出すタイプの方がめんどくさいっちゃめんどくさいんですけれども、何度も言うみたいにですね、長く使える文房具と出会うことができたので、せっかくだったらですね、同じような色味で長く使えるようなアイテム揃えてみたいな、そういったところからですね、今月はこのブラス定規です。真鍮の定規と真鍮のシャーシンケースですね、新ケース、こちらを購入しました。文房具カテゴリーで言うと今回はここの3点ですね。来月もですね、このアイテム使いながら仕事毎日楽しみながら頑張っていきたいと思います。では続きまして、ちょっと文房具から外れてちょっと趣味になっていくんですが、私の趣味のアイテムで購入したものをお話ししていきたいと思います。こちらでございます。トラックのおもちゃではありません。こちらはですね、ダルトンさんで購入しました。商品名がですね、ネットで調べるとツールボックス、ツールキットですね。私はネットではなくて店舗で購入したんですが、息子が発見したんです。おもちゃだと思ってたみたいなんですが、実はこれその名の通りツールボックスなんです。ここパカッと開けるとですね、よいしょ、このように中にドライバーが入っております。でさらにここの部分を取り外すと見えますか、下段にはこのように精密ドライバーが格納されているわけですね。本数は 1,2,3,4 本格納されています。この使い方は非常に簡単で、取ってひっくり返してパカッとはめる。全部でサイズ違いのですね、プラスドライバー、マイナスドライバーが10個もともとついております。まあ一つ選んでいただいて、このドライバーの先端部分に挿すだけでマグネットで簡単に装着することができます。ドライバーってね、どうしてもこうどこに置いたかってわからんようになることが多いんですよね。精密ドライバー1本どっか行っちゃったとか、それは私のしまい方が悪いんですけれども、今回ですね、このトラックの中に全てこのように収納しておくことができるので、普段使わない時は、ね、閉じちゃってテーブルの上に置く、使いたい時はこれパカッと開けてサッとね、ドライバー選ぶだけ、使いたい時にサッと使えるし、使わない時は飾っておくことができるので、これはね、非常に購入してよかったなと思うアイテムです。ダルトンさんで購入したツールボックスでした。よければチェックしてみてください。続きましてはこちらです。こちらはコダックのフィルムカメラ、エクタ H35 というものになります。さてこのカメラはマジで買ってよかった。私はですね、フィルムカメラが好きでいくつか種類持ってるんですが、普段こう子供とかとお外に行くときは映るんです、持ち歩いていました。このコダックのエクタ H35 のスペックなんですけれども、スペックはフィルムフォーマットが 35mm で、これハーフフレームなんです。いわゆるハーフサイズのフィルムカメラなんですけれども、ハーフサイズ、普段フィルムカメラ使われない方からするとイメージ湧きづらいと思うんですが、1本のフィルムで2本の写真が撮れてしまうようなカメラなんです。現像していないので現物がないんですが、例えばこれ L 版の写真だったとすると、ハーフフィルムというのは1枚現像すると2分割で出てきます。例えば息子の写真を1枚パシャッと撮った後、アップで撮ったりすると2枚横並びでこう並んでくるんですね。ちょっと概要欄に作品例のサイトちょっと貼っておきますので、ぜひご覧いただければと思うんですけれども、1本のフィルムを長く使うことができるというメリットはもちろんなんですが、2枚連続して写真が並ぶことによって、通常のカメラではなかなか表現できないようなハーフフィルムカメラならではの表現を楽しむことができるのがこのカメラの特徴なんです。 22mm の F9.5 アクリルレンズで、シャッターリリース100分の1フラッシュ内蔵の単4電池1本です。まあ焦点距離って多分37ぐらいかなと思うんですけれども、まあごちゃ、私もカメラそこまで詳しいはないんですけれども、もう映るんですみたいに、天気が良かったら気軽に撮って、
曇りとか家の中ではシャッター焚いて撮る、それぐらいでやっぱりね令和では感じることができないようなすごいね昭和な雰囲気の写真撮ることができるので、カメラ好きの方、これからフィルムカメラやってみたいなっていう方はぜひですねこのカメラをですねチェックしてみていただければと思います。というわけで本日は今月買ってよかったものをですね少し紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。本当にですね個人的な趣味としてはやっぱりこう遊び心があるようなものとか作り手のこの思いとか熱量がこもったものというのが大好きなんですよね。引き続きですね月末にはこうやって普段の動画にはなかなか登場しなかったんですけれども個人的に買ってよかったなぁと思うようなそういったアイテムですね定期的に紹介できればと思っております。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。